バンジーさん。はい。バンジーさん。はい。バンジーさんに。ブンチョさん。今日もプレゼントがありますよ。プレゼント。うん。何ですかその T シャツは。夫だから、夫 T シャツを着ております。もらったんだよね。もらいました。結構昔にもらって、着るタイミングを失って、忘れかけてました。すいません。そのメガネおかしくない？メガネ変なんですけど。このメガネいいんだよ。ここまでしかないの。耳にかけないメガネ。それは顔がでかいからそこまでしかないんじゃない？違うんです。こういうメガネでこう挟んで、だからこうヘッドホンに干渉しないんです。なるほど、素晴らしい。だから痛くないんです。バンニーさんに今日もプレゼントがあります。ありがとうございます。いつもいつも。これでこれですね。置いてあるなと思ったんですよ。この長いバーコード、はい、どこでも読み取れますっていうね。ありがとうございます。僕へのプレゼント。よかったら開けてみてください。いいですか？私がね、実はね、昔からちょっと欲しくって。昔っていうと？ 2 年ぐらい前。そんな前？うん。でもずっと売り切れでね。最近なんか日本で、独占販売っていうのかな？韓国のものを。韓国のもの？もう、独占して販売するってことですよ。日本で。ある企業が。企業が。めっちゃ高いんですけど。めっちゃ高いの？はい。値段から聞いてみる？値段は3000円ぐらいです。値段は3000円ぐらい。うん。いやー。おー。おー、ほんとだ。ハングルだ、全部。夜間？夜間です。夜間鍋です。鍋？フォルムがめちゃくちゃ可愛くないですか？なるほど。確かになんで今までなかったの？鍋夜間さんですね。うん、はい。ちょっと開けてみてください。開けます。おお、これは3000円だとちょっと高いかもしれない。自分で作れるかな？なんか溶接みたいなね、技術があればもしかしたら、100均レベルですもん。100均にあるよ、これ。これがないやつが。ねえ、そうだよね。ほぼ100均だよね、これ。ティンティンがついてないです。ティンティン。これは3000円だと、輸入代金ですかね。これだってこれ、簡単ですよ。ポンポンポンって穴開けて、この口をつけてるだけですから。え、かわいいでしょ？ほんと、かわいいよ、かわいい。確かにね、うん、夜間ってなんで口狭いんだろうと思ってたんですよ。これでいいじゃん。そうなんですよ。これでいいじゃん。そうなんです。え、夜間ってなんであんな形なの？沸騰しやすいと。それがね、炒め麺専用鍋なんですよ。そういうことなの？はい。あ、ほんとだ。炒め麺がパッケージに。こちらをご用意しました。ブルダック炒め麺。これを食べるのに必要な鍋なんでございます。それ好きな人は絶対これ買うべきです。日本の焼きそばもこれで作れますからね。袋焼きそば。あ、日清焼きそばとかね。そう。俺日清焼きそば大好きで、水の量が多すぎたり、少なすぎたりしちゃうじゃないですか。うん、でも多くしとけば後で減らせるじゃないですか。でも減らすときにこれがないとこう麺をこう箸で押さえてこうやってやるんだけどやっぱ麺チュルっていっちゃうんですよ。これだったらいかないじゃん。いかないよ。炒め麺用だ本当に。そうよ、最高じゃないですか。ねえ、これで実際作ってね、食べてみよう。よろしくお願いします。はーい。
できたー。いい匂いがする。開けてみて。あー、最高にうまそうでーす。くれた人ありがとう。フーサイになってます。汚さないようにね。確かに辛い麺だからね、赤いのついちゃわないように食べたいと思います。はい、オープン。はい、これ1個分、ね、1個分なんだけど、うん、2つ作ろうとしたらね、こっからね吹き出す、もうこれだけで吹き出してたからちょっとだけ。あ、そうなんだ。うん、だからまあ1人分だな。作りやすかった。作りやすかった、めちゃめちゃ。やっぱ使いやすいんですね。使いやすい。1個大変だね、壊さないように食べる。このままいった方がいいんじゃない？いい？いいよ。いけ。ジュルジュル。いただきます。あ、かっこいいね。うん。辛うま。本当？うん。こんな辛かったっけ？こんな辛かったっけ、これ。辛さはね、足しといたから。え、こんな辛かったっけ？いた！足したって何？赤から3人。当たれた！辛ぁ。そんな辛い？辛ぁ。赤から30、とんでもないね。とんでもないよ、これ。赤から30はね、非売品なんで売ってないんです。あ、そうなの？それぐらい辛いんです。お、辛い。辛いぞ。なんかここで試練を乗り越えなくてはならないのか。あ、でも美味しいよ。赤から30、どんだけ出た。ペヤング国旗からみたいな、なんか科学的な辛さじゃないよね、うん、ちゃんとなんか唐辛子の辛さだけで辛いっていうか、だからね、美味しい。もうないじゃん。国旗からに比べるとギリ美味しいから。うん、美味しいからね。はい、ごちそうさまでした。何の紹介これ？これの紹介です。美味しかったです。美味しかったです。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録お待ちしております。これいいよ。はい。鍋やかんね。やかん鍋です。はい。車中泊とかはいいかもね。ああ、そう。あの、鍋とやかん両方持たなくてよくなる分、かさばらないんで。確かに。いいかもしれません。はい。ただ、キャンプとかになるとちょっと邪魔かな。登山とかね。それでは皆さん、いってらっしゃい。いってらっしゃい。はぁ。辛いね。辛い。痛い。食道が痛い。よし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 。